男の子は4匹今います。1匹はちょっとまだ販売中の子、中猫、4ヶ月半ですね。で、こっちのチームと、わたくん親子。これ、こうが親子です。ねえ、もうお父さんより大きくなったんじゃない？この子は、一応今度キャットショーに行こうと思ってるんですけど、なんせね、今年蒸し暑いので、ね、全然毛が生えません。ほぼ尻尾以外2本猫。ね、こんな毛が抜ける見て、こんな1回で。信じるんでしょう。えにーくん、にーくん、鼻水になっとるけど、こう鼻点鼻薬するよ。にーくん、おいで。にーにー、早く早く。はい、息子もいい毛ブラッシング終わったよ。にーくん、おいで。あ、にーくん。あ、にーくん、にーくん。にーくん、来て、来て、来て。はい、それするんよ。ね。よいしょ。ちょっぴり風邪気味。それ、去るんだって、お薬なんで。ね。こうね、親子って本当仲いいよね。はい。ブラッシング、ちょっと待って、お先にお薬飲もうや。僕はね、もう終わった。ほら、まだね、1歳になってないので、落ち着きがないですよね。なかなか男前でしょ。ニーニー君はね、もろにヨーロッパの顔してて、たまに胴が長い、ひょろんとした子が生まれます。一応、こういった、耐熱の壁になってます。防弾とかね、防音とかね。防弾じゃないね。防音、防熱、防寒の壁にしてもらったサンルームで、お昼に天気がいいときは、こっちから、あれ、猫の砂の大量、外に出て遊んでます。ここ、空きケージにちょっとね、いろんなものが入ってますけど、今使ってるの4つ。1匹2個。はい、待ってね。待ってよ。ね。それ薬ダメよ。お父ちゃんのよ。お父ちゃんのだってば。はい、父ちゃん切って。にーくんはこういうことが好き。おいで。にーくん。してくれんの今日は。にーくん。犬みたいにね、ちょっとちょっと。それ薬ダメだってば。にーくん。ちょっと風邪でダメんかな。あんた一人だけお風邪ひいてるの。それダメだって。ダメ。ダメなものはダメ。薬を平って飲もうとして。何なった？おばあちゃんシャンプー行くよ。もうちょっとしたら。ね。ね、ちょっと今日雨だし、寒いからね。晴れたらシャンプーね。わかった？ね、わたくん。わかった？来るだって。父ちゃん薬飲まされて鼻の点鼻薬がもうバレてますね。よいしょ。僕わかったよ。うん、白玉が覗いてます。お目目大きいね。僕も毛が生えません。夏毛ですね。これメルモの子ですよね。お目目綺麗ね。